思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。花を切ったのはビーアストニッシーと続いて日本ピロスクーロ、この馬も前へ。さらには愛西モンストル、10番ソーバリアン、その後ろ先手を取ったのはビーアストニッシーと少し開いてサンデーポケット、その外にヒンドゥータイムズ、ディアマンミノル、それに続きます。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。ルビーカサブランカ、その前に進出、その後ろからはレッドベルオール、青の帽子エアファンウィカ、その後ろエヒト、この馬もこのグループ、その横にブラバス、すぐ後ろに名将天元、しんがりからパトリック。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。先頭は依然としてビーアストニッシード、2番手は日本ピロスクーロ、サンレイポケット、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は日本ピロスクーロ、ビーアストニッシード続いています。サンレイポケット続いています。さあ直線に入りました。これからの勝負、日本ピロスクーロ先頭、内からサンレイポケット先頭、残り 200m を通過して、先頭は依然としてサンレイポケット、一気にエアファンディタ、サンレイポケット、サンレイポケット、1着2着は微妙です。サンレイポケット見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ソーバリアン、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくソーバリアン行きました。続いて前へ行くのはサンレイポケット、さらにはビーアストニッシード、8番アイセイモンストル、その後ろ先手を取ったのはビーアストニッシード、間が空いて日本ピロスクーロ、すぐ後ろにディアマンミノル、オレンジの帽子ヒンドゥータイムズ、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。レッドベルオーブ、その前に進出、これに続いて名将天元、並んで2番ルビーカサブランカ、その横にブラバス、エヒト、この馬もこのグループ、すぐ隣にエアファンビカ、しんがりからパトリック。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭は依然として5番ビーアストニッシード、2番手はソーバリアンと、間を挟んでサンレイポケット、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はビーアストニッシード、離れてサンレイポケット、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はソーバリアント、残り 200m を通過して、ソーバリアント意地を見せる。2番手はサンレイポケット、ソーバリアント、1着2着はサンレイポケット、3着にディアマンミノル、ソーバリアント、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、ビーアストニッシード前に行きそうです。サンレイポケット、それに続いています。さらには日本ピロスクーロ、8番アイセイモンストル、その後ろビーアストニッシード先手を取りました。すぐ後ろにソーバリアン、その後ろからはヒンドゥータイムズ、ピンクの帽子ディアマンミノル、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。エヒト、すぐ後ろ並んで7番名将天元、ブラバス、この馬もこのグループ、内からはルビーカサブランカ、その隣にレッドベルオーブ、その外にパトリック、しんがりからエアファンビカ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。先頭は依然としてビーアストニッシード、2番手はサンレイポケット、アイセイモンストル、3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はビーアストニッシード、間が空いてアイセイモンストル、サンレイポケット、その後ろソーバリア、その後ろ第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わってディアマンミノル、あと 200m、 ディアマンミノル、さらに足を伸ばす。2番手はソーバリアント、ディアマンミノル粘る、ディアマンミノル、ディアマンミノル、1着2着にはどうやらソーバリアント、ディアマンミノル、見事このレースを制しました。それぞれの
思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。サンデーポケット、これはいいスタートを切りました。ディアマンミノル、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくサンデーポケット行きました。続いて前へ行くのはディアマンミノル、さらにはビーアストニッシード、8番ハイセイモンスートル、その後ろビーアストニッシード先手を取りました。そして大きく離れてソーバリアン、この位置です。その外に日本ピロスクーロ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。並んで12番ヒンドゥータイムズ、内からは名将天元、その後ろにブラバス、赤の帽子エフト、その後ろその横にレッドベルオーブ、すぐ後ろにルビーカサブランカ、その隣にエアファンディカ、しんがりからマトリック。1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで先頭が変わりました。サンレイポケット、ビーアストニッシード、ほとんど差がありません。間を挟んでソーバリアント、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はサンレイポケット、離れてビーアストニッシード、なんで大西モンスートル、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。サンレイポケット先頭、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はエアファンディタ、2番手はサンレイポケット、エアファンディタ、エアファンディタ1着、2着はサンレイポケット、3着に大西モンスートル、勝ったのはエアファンディタ、このレースを制したのはエアファンディタ。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート、先行争い何が行くでしょうか。ビーアストニッシード前に行きそうです。日本ピロスクーロ、それに続いています。さらにはアイセイモンスートル、10番ソーバリアント、その後ろ先手を取ったのはビーアストニッシード、少し開いてヒンドゥータイムズ、サンレイポケット、そのうちに続いています。その外にディアマンミノル、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。黄色の帽子名将天元、その後ろ内からはレッドベルオーブ、その外からブラバス、並んで3番エヒト、すぐ後ろにルビーカサブランカ、その隣にパトリック、しんがりからエアファンディカ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 1000m を通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭は依然として5番ビーアストニッシード、ビーアストニッシード、後続を引き離す。2番手はヒンドゥータイムズ、サンレイポケット、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭はビーアストニッシード、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ビーアストニッシード先頭、外から勢いよくブラバス、あと 200m、 ここで先頭変わってブラバス、2番手はエフト、一気にソーバリアント、ブラバス、ブラバス1着、2着にはどうやらエフト、勝ったのはブラバス、このレースを制したのはブラバス。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート、さあ先行争い、日本ピロスクーロ前に行きそうです。ビーアストニッシード、それに続いています。さらにはソーバリアント、8番アイセイモンスートル、その後ろ先手を取ったのはビーアストニッシード、その後ろからはヒンドゥータイムズ、サンレイポケット、そのうちに続いています。その外からディアマンミノル、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。レッドベルオーブ、その前に進出、その隣にエフト、その外にブラバス、名将天元、すぐ後ろこれに続いてルビーカサブランカ、その外にパトリック、並んで6番エアファンディカ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。先頭は依然としてビーアストニッシード、アイセイモンスートル、ほとんど差がありません。間を挟んでサンレイポケット、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はビーアストニッシード、間が空いてサンレイポケット、ディアマンミノル、その後ろ4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立ったアイセイモンスートル、外から名将天元、あと 200m、 名将天元先頭だ、名将天元先頭、名将天元先頭だ、先頭横一線でゴール、これは大激戦です。わずかに名将天元、アイセイ有利。
それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い何が行くんでしょうか。ビーアスト日清の前に行きそうです。日本ピロスクーロ、それに続いています。さらには大西モンスートル、10番ソーバリアント、その後ろ先手を取ったのはビーアストニッシード、サンレイポケット、それに続いています。その外にディアマンミノル、並んで12番インドゥータイムズ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。内からはルビーカサブランカ、その隣に名将天元、緑の帽子ブラバス、その後ろすぐ後ろにエヒト、並んで11番パトリック、レッドベルオーブ、そのうちに続いています。しんがりからエアファンフィーカ、各馬鮮やかな芝生の上を駆けていきます。前の方からもう一度 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。この辺りで先頭が変わりました。ヒンドゥータイムズ、2番手はビーアストニッシド、間を挟んでソーバリアント、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭はヒンドゥータイムズ、間が空いてビーアストニッシド、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ヒンドゥータイムズ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m、 ソーバリアント、さらに突き放します。2番手はヒンドゥータイムズ、ソーバリアント、1着、2着はヒンドゥータイムズ、ソーバリアント、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはビーアストニッシード、ソーバリアント、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してビーアストニッシード棚に立ちます。その後ろからはソーバリアント、この馬も上がっていく構えです。さらには日本ピロスクーロ、8番アイセイモンスートル、その後ろビーアストニッシード、先手を取りました。大きく離れました。サンレイポケット、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。並んで3番エヒト、その外からブラバス、内からはレッドベルオーブ、その外にヒンドゥータイムズ、その隣にディアマンミノル、名将天元、そのうちに続いています。黒の帽子ルビーカサブランカ、その後ろパトリック、すぐ後ろ最後方にエアファンフィーカ。 1000m を通過、少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。先頭は依然としてビーアストニッシード、2番手はソーバリアント、アイセイモンスートル、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はビーアストニッシード、ソーバリアント続いています。内からはエヒト、4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はソーバリアント、前に迫るサンレイポケット、残り 200m を通過して、サンレイポケット、先頭ルビーカサブランカ、迫るルビーカサブランカ、ルビーカサブランカ、1着、2着は微妙です。ルビーカサブランカ見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは日本ピロスクーロ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して日本ピロスクーロ花に立ちます。その後ろからはビーアストニッシード、この馬も上がっていく構えです。さらにはヒンドゥータイムズ、10番ソーバリアント、その後ろ日本ピロスクーロ、先手を取りました。アイセイモンスートル、それに続いています。サンレイポケット、それに続きます。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。すぐ後ろにディアマンミノル、並んで1番レッドベルオーブ、ルビーカサブランカ、この馬もこのグループ、その外からブラバス、エアファンフィーカ、そのうちに続いています。さらにはパトリック、その外に名将天元、しんがりからエヒト、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭はビーアストニッシード、日本ピロスクーロ、ほとんど差がありません。間を挟んでアイセイモンスートル、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は日本ピロスクーロ、ビーアストニッシード、その後ろ離れてルビーカサブランカ。さあ直線に入りました。これからの勝負、最後の追い比べ、先頭はビーアストニッシード、残り 200m、 ここで先頭変わってヒンドゥータイムズ、残り 100m、 名将天元、抜けたヒンドゥータイムズ、かわす、3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。わずかにヒンドゥータイムズ大勢有利。